キックボクシングノックアウト。いよいよあと4日後に迫った 9.13 ノックアウトチャンピオンシップ2後楽園ホール大会。今回はこの大会に3人の選手を送り込み、 NKB 日本キックボクシング連盟のマッチメーカー竹村明が勝敗予想を激白。8人田村勝つと思いますよ。今回 NKB からノックアウトに参戦するのはこの3選手。まずは NKB とは一体どんな団体なのか、そこから語ってもらった。 NKB はですね、昭和の色を濃く残す団体、まあ、よく言えば硬派、悪く言えば古臭いところはちょっとあるんですね。ただですね、団体のモットーが倒すか倒されるかというのをですね、本当にこう体現する団体ではありますね。この NKB 加盟ジムの会長の多くのやっぱ指導方針が、まず倒しに行け、ガードはいい、倒しに行けで、うわーっと行くので、倒すときは倒すし、倒されるときは倒されるっていう団体ですね。今回参戦する NKB ファイター、1人目は NKB ミドル級1位、田村聖。田村はとにかくもパンチが強い、やっぱりバン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 倒していくというタイプで、プリマゴールド杯ミドル級トーナメントというのをですね、 NKB で主催しまして、でそこに各団体のトップ選手の、ミドル級選手が集まってもらいまして、それでトーナメント戦をやったんですけど、全試合 KO で優勝した、はい、日本国内のミドル級強い選手いっぱいいますけど、ことごとく KO してるっていう。選手って勢い大事じゃないですか。乗ってるのは田村だと思うんですよね。その田村の相手は職業キックボクサー日向、レベレスブラック70キロ級の王者。日向選手、確かに強敵ではありますけど、正直言っていいですか、はい、田村倒して勝つと思います。確かに日向選手の左ミドル、左ロー強いし、使い方もうまいですよ。でもやはり今の田村の勢い、あのパワーにはちょっとね、今の日向選手だとどうかなと。8人田村勝つと思いますよ。今回参戦する NKB ファイター、2人目は NKB ライト級王者高橋一馬。高橋一馬は本当それこそですね、まさに NKB 日本キックボクシング連盟を今体現しているような選手の一人で、結構やっぱり選手って試合になると行こうと思ってもいざ、ね、行くのって難しいじゃないですか、それをでも高橋一馬はできる選手、当然基本的には言っていて、その上でやっぱりクレバーに戦うということも覚えた。カズマは今すごくいい選手に仕上がってますよ。高橋の相手は超攻撃型ムエタイ、スアレック・ルーク・カムイ、レベルスレッドライト級暫定王者。まあ1回戦ね、スアレック選手、まあ、確かに強いですよ。これ見てるキックボクシングファン、ムエタイファンの皆さん、まあスアレックは勝つだろうと思ってる方も、まあそっちの方が割合的には多いと思いますよ。でもこれ見ててください、ほんまびっくりすると思いますよ。スワレック嫌がってんじゃん、本当ムエタイの一流のファイターですよね。ただ高橋一馬もヨーデル・カペットという超一流の選手と、もちろん判定負けはしましたけど、それでもあのヨーデル・カペットにいやー聞かされちゃったよ、言わせた選手が高橋一馬なんです。7-3で高橋一馬勝ちますよ。多分一瞬で決まると思いますよ。例えば高橋一馬がスワレック選手にローを当てて当てて弱らせて倒したとか、その展開はないですね。それはないです、はい、一瞬です。今回参戦する NKB ファイター最後の一人は NKB ミドル級4位、剣田雅宏。小学生から柔道をずっと続けてて、大学でも柔道をやって副主将、柔道が、まあ、バックボーンに、あるだけあって、体幹めちゃくちゃ強いんですよ。その剣田の相手となるのが、バンテージを巻いただけの素手で殴り合うミャンマーの格闘技、ラウェイで戦ってきた強戦士、トケシ公平。今回
NKB 3人選手出ます。ノックアウト田村は日向選手とやって、まあ、勝ちます。8対2です。で高橋克馬スワレック選手とやって勝ちます。これ7対3剣田9対1負けます。すいません、叶いません。もう剣田にはお前この試合の意味分かってるだろうと、もう正直言ってこの試合はトキシ選手あってのカードなんだ、お前の知名度は当然やっぱりまだまだ、ただお前が行くか行かないかっていうのはお前自身が決めることなんだからな、お前行くんだろうっつったら行きますと、頭から行きますと、負けてもともと、ただそこでお前が何を見せるか、それを俺たちに見せてくれ、皆さんに見せてほしい、失うものが何もない男の強さで、逆に意地悪な目線で言えば絶対に勝たなくちゃいけない男が本当に勝てるのか、トゲス選手は剣田との戦いもありますけどプレッシャーとの戦いもあると思いますよ、本当の果たし合い的な感じになると思いますよ、はい、果たして3人の NKB ファイターは今回のノックアウトでどんな戦いを見せてくれるのか、この3試合は見逃せない。この大会はペーパービューで生配信されます。配信はライブ配信サービスのツイキャスで行われ、配信チケットは第1部第2部まとめて見られて税込み3300円です。大会後2週間の見逃し配信付き、ぜひご覧ください。